今回のスピチューブは米沢町商店街にやってまいりました。街並みが残るんです。街歩き担保、ちょっと気になる。あとはもう元々が洋館屋です。真庭市落合、今日はこちらにお邪魔いたします。雰囲気はなんか昔に帰ったような。最後までよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はね、あの岡山県北の落合っていうエリアに、来ております。その中で、米沢町商店街っていうアーケード街を見つけましたんで、というか前からねあってちょっとめちゃめちゃ気になってた、場所に行こうかなと思って、ちょっと今日は歩いていこうかなと思っておるわけですけども、限られた中での散策になるんですけど、山崎パンの、並んでますね。でその横に、ね、可愛らしい鉄腕アトムとか、ね、懐かしの、この元々なんか純喫茶だったようですね。喫茶店の名残というかね、ゲーム台があったりなんですけど、はい、昔の街並みが残るんですけども、ほぼもう、ね、閉まってるのかな、はい、お肉屋さんがあります。肉ですね。で、ちょっと気になるご飯屋、パン屋さんかな、ちょっと行ってみようかなと思います。もうこちら長いんですか、めちゃめちゃ。そうですね、もう100年、そうだ、30年ぐらい。ちょっとどうしようかな、ケーキもあるんですね。ちょっと洋菓子。あとはもう元々が洋菓屋ですので、洋菓屋の店は売りにはなります。あ、もうこちらで作ってるってことなんですか。あ、そうですそうです。このカステラもですか。カステラもです。いや、すごっ。ちょっとその辺の、量り売りのその辺の駄菓子みたいなのはちょっと仕入れ商品。ああね、はい、全部が全部作ってるわけではないんですが、スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、創業100年以上のこの洋菓子屋さんね、羊羹はね主に作ってるみたいですけど、カステラもねこちらで作ってるみたいです、ね、アーケード、めちゃめちゃ気になってたエリアではあったんですけどもね、素晴らしいというか、なんか懐かしいですね。結構ね最近歩いて写真撮る人がね多いらしいですね。いうのさっきねそのお菓子屋さんの人言ってましたね。まあね、これ川がね流れてんで、
まあ、昔高瀬船とかそういう関係で栄えたのかもしれないですね。立派な お屋敷がねありますね、ところどころで。いやこの辺はねちょっと未開拓の場所で、まあ、近くにこの落合病院がねあるんですけども、その周辺にこの商店街がアーケード商店街あるということです。まあ、ところどころでなんかお店屋さんあったりとか、気になる場所があるかなと。備前道、あのこの先に勝山っていうエリアがあるんですけど、そちらもなんか出雲街道だったんで、まあ、おそらくその関係した場所かなと。まあ、詳しくはちょっとわからないですけど、これこういうのがあるってことはもう昔からってことですからね。で、なんかね、いや、なんかまたちょっと変わった雰囲気の場所かなと。この先、この商店街が、さっきあった商店街のこっち側がちょっとなんか昔のなんか街道のような雰囲気ですね。令和元年創業のお菓子屋さんですかね。羊羹、なんかね、なんかね、羊羹がね結構有名なのかな。なんか意外、なんかいろんなね羊羹の商店さんが立ち並んでますね。すごいですね。また変わった雰囲気ですね。これも雰囲気がなんか昔に帰ったような。これずっとまっすぐ行ったらあの勝山に出るんですよね。本当にね、最近こうやって街歩きというか昔ながらのアーケードとか、あの写真撮る人増えてきたみたいですね。お店の人も結構ね話聞いたり言ってたんで、なんか素晴らしいというか昔に帰ってきたようなね。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。